横見してる人に聞いてみようかな。今日ね、朝からね、ダンス部門から全部で来てたんだよね。どうでしたか？楽しかったです。普通の返事だね。普通の返事だね。もう少し面白いことしてほしいな。りかこちゃん、どうでしたか？間違いなくできたので良かったです。ジョニーデップかっこいいね。そう、ジョニーデップとさ、記念撮影会した。お家でした。朝から何、ジョニーデップはあの格好で朝から何支度してた？昨日の夜ぐらいかな。今日の朝からジョニーデップはね、そうか、来日してね。ほら、手振ってるよ。手振ってあげて。ね、ジョニーデップ、ね、今日一日その格好にいてねって。お家帰ってもね、そのままね。はい、どうだった？いっぱいお客さんがいて、楽しかったね。楽しかったね、すごい楽しかったね。目が開いちゃったね。え、なんか私の身長を超えるようになったんだけどね。もう15年余りの付き合いでね、多分ね、ナナちゃんぐらい、一番ちっちゃいナナちゃんぐらいの頃からね、ずっとひまわりでね、頑張ってきてくれてて、最年長となりましたね。最年長、どうですか？最年長、意見を聞かせてください。最近のひまわりはいかがでしょうか？なんか小学自分たちが小さい時、自分が小さい時に踊れてなかったこととか、今の小さい子をめっちゃ踊れてるんで、すごいなって思います。じゃあこれからも精進して頑張ってください。はい、じゃあどうかな、中学生になったリオちゃんね、どうですか？ちびっ子たちいっぱい見てくれてるし、今後のじゃあ抱負を述べてください。これからの意気込みをお願いします。中学校になって部活とか勉強も大変だけど、ダンスも精一杯できるように頑張ります。精一杯何？はい、頑張ってくださいよ、ね、またね、1月には練習大会もね、迫ってきてるので、しっかりダンスも勉強も部活も、そしてアイドルも頑張りましょうね。はい、じゃあどうですか、抱負っていうのはね、あのこれからのね、あの意気込み、希望をね、いろいろしてください。ありますか？じゃあ二つ坂のこう初代メンバーとして、あのどうですか、二つ坂の活動は。小さい子から大きい子までこんな幅広く一緒に活動できるのはこの二つ坂だけだと思うので、すごいいい、ありがたい機会だなと思うし、こうやっててすごい楽しいので、はい、これからも頑張ります。頑張ってくださいね。拍手お願いします。いつもね、この二つ坂をね、あの取材班としてね、写真を撮っていただいて、遠くからね、応援に来ていただけるポンポンさん、ポンポンさんですね、ポンポンさん、ポンポンさんね、あの今日ね、みんなにね、お菓子を持ってきてくださったようなのでね、後でいただきましょうね。嬉しいね、いつもね、応援していただいてますね。で、あのジョニー・デップさんもね、いつもね、あの違う形で応援してくださってますし、今ね、お母さんやお父さんとかね、いっぱいカメラ持っていただいたり、いつもね、着替えを手伝ってくれたりしてる人ね、いっぱいいるので、もう一度、お母さん、お父さん、そしてファンの方々に皆さんお礼を言いましょう。ファン、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれからもね、チームひまわりのいろんな活動をね、応援してほしいと思います。そして、リーダー愛花によるちょっと今から、コマーシャルがあるので、どうぞ。新しいジャケットになったラブ&スマイルの CD 販売をこの後音響ブース横で行います。ぜひ皆さん声をかけてください。はい、ってなことでね、ちょっと売り込みましたけどね。はい、じゃあね、またね、この後2時半から、チームひまわりは、今この子たちの
半田図書館前北側の通りですね、そちらのローソン前のステージで、またひまわりダンスショーが2時半からね開催されますので、ぜひそちらにも皆さんお越しください。今日は一日ひまわり日和となりました。